棒茶とも呼ばれる。茶の木から取れる茶の赤枝、茶葉の柄、新芽の茎を混ぜて作られる。めゃ粉茶とともに出物と呼ばれ、荒茶から煎茶を製造する過程で取り除かれた部分から作るものである。需要と供給の極端なアンバランスのため価格が安く、そのため二級品とされがちであるが、甘み、旨味、香り成分は、葉よりも、 むしろ茎の方が豊富であり、茶の抽出源として優れた麺も多い部位である。玉露や高級な煎茶の茶葉から作られた茎茶のことを、特に狩りが音、白織りと呼び、玉露の旨味と茎茶独特の風味から順調される。入れ方や抽出時間は、煎茶や玉露など、元になった茶葉と同様である。水色は薄いが、爽やかな味と香りがあり、 また、アミノ酸が多く含まれる部位であるため、旨味が強いのも特徴である。歯と茎を比較した場合、旨味と甘味の成分であるテアニンが約2倍、香ばしさの香り成分であるピラジン類が約1.5倍、花の香り成分であるゲラニオールリナロールが約4倍含まれている。また、テアニンは光合成によって渋み成分のカテキンに変化するが、茎の部分は 葉と比較して光合成をほとんどしないため、玉露などのように人工的に光合成を阻害しなくとも、テアニンの喪失とカテキンの生成が自然に抑えられ、雑味も少ない。結果として、独特の清潔な味と香りがある茶となり、愛好者も多い。茎茶を焙煎して、ほうじ茶が作られる場合もある。茎ほうじ茶としては、特に、石川県の加賀地方で作られる。 カガボウ茶が有名である。豊富な香り成分を焙煎によってさらに増幅するため、歯の煎茶とは比較にならないほどの極めて芳醇な香りを持つ。また、茎はもともとカテキンが少ないが、焙煎によって組成分のカフェインも消化するため雑味が非常に少ない。そのため、煎茶のように雑味を避けるため低温抽出する必要がなく、 甘みとうまみの豊富な茶を高温で楽しめることも特徴である。緑茶の表示基準。日本茶業中央会。h t t p w w w n i h o n c h a o r j p p d f h y o u j i k i j u n p d f 年月日閲覧 荒茶の仕上げ工程で、機系分離器などで選別された茶の茎や傭兵、または、荒茶の仕上げ工程で古るい分けられた赤系を言う。AB、今、知っておきたい、日本茶の基本、美味しい日本茶には、理由があります。開出版社、AMUCK1952、2010年5月10日、45ページ、石川健康業試験場試験結果、ありがとうございます。